今の時代の相場だったらこれぐらいかなっていうので売りますので、うんうん、じゃあある程度うまくいったら、はい、どんどんねこの売却して次のステップ次のエリアっていう展開が楽しそうです ね、 ですね確かにね、うん、ちょっとよろしいですか。あれ、あ、藤山さんじゃないですか。え、どういうことですか。 お知り合いなんですかお二人は。有名な藤山さん。有名な藤山先生、あのただのものではないなっていう雰囲気はすごく感じています。こんにちは。こんにちは。え、ちょっといいですか。出口戦略っていうことに関してですね、うん、まあ多少私なりの あの意見がございまして、これについてお話し。わかりました、お願いします。うん、じゃあ失礼します。はい、私が持っている物件、これがあの、全国で言いますと、うん、他は東京で、はい、うん、それから埼玉、千葉、はいはい、で苫小牧、札幌、小樽、うん、でそれからいいな福井県のあわら市、はい、福井市、うん、それから京都の東舞鶴、はい、でそれから、まあ、ここにもあるんですけど、はい、静岡県、はい、ね、静岡市も熱海と清水区、それから山口県もあると、うん、はい、これだけあります。これはこの結構離れた地区にありますね。はい、うん、で今ちょっと待ったと入ってこられたのは、はい、どういうことなんですか。まずね、うん、覚えておいていただきたいというか、分かっていただきたいのは、私たちが所有している期間というのは生きている間だけなの。当たり前ですよ。はいはいはい、でそのマンションね、普通の、はい、不動産なんかでも、うん、私たちが生きてる前から土地はあった、うん、はいはいはい、死んでも土地はある、うん、だから所有者って言っても名札がちょこっとの間変わるだけなんですよ。長い歴史の中の一人だと。そうです、うんうん、持ってる間にどれだけその不動産の価値を高められるか、でそして維持するか、うん、でその維持していくと、うん、鶴の恩返しならぬね、うん、貸し屋の恩返しとして家賃が入ってくる、うん、だこれが一番の基本なんだよと。不動産の基本はそうなんだと、はい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 、じゃあそこに売却という考えは、はい、あんまり入ってこない。売却をね意図すると、うん、リフォームをしようというふうに、うん、思う熱意がどんどんなくなっていく。例えばどうせ売るから、はいはい、ずっと持っていく、持ち続けるんだって思うと直しますよね、はいはい、ところが、うん、半年後には売れるかもしれない、もしかしたら2ヶ月か3ヶ月後に売れるかもしれない、うん、だったら直さない、次の人が直せばいいじゃないかと、うん、ババを先送りにする、うん、でそしていい物件から逆に売れていくんですよね、うんうんうん、いい物件からどん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 売れていく、うん、で手元に残っている物件は、うん、クソ物件ばっかりなの。こういう一番怖いことがあり得る。でも最終的に残ったのはリフォームもしてなければ立地も悪いクソ物件ばっかりになっちゃうよと、はいはい、あり得る。私が言いたいのは、うん、まあ、特にね、うん、ある程度知識を持ってる人は、うん、まあ、売り抜けるってことも可能でしょう、うん、だそれも否定するわけじゃない、ない、だけどそれを当たり前のように考えると、うん、怪我をする一般の素人の方が必ず出る。キャー、内本さん話違うじゃないですか。例えばね、うん、法隆寺の中で言うと、はい、まあ、創建は西暦600年、はい、だから1400年以上あれは持ってる、はい、じゃあ国会議事とは言ってた、うん、ね、明治の中頃でしょ、はい、だからいろんな物件っていうのは、うん、維持管理をしていけば必ず持つ、うん、その自分がいかにその建物歴史を紡いでいくかっていう考えをした方のがいいんではないかってことですね。つまり私はまあちょっとある程度子供も大きくなって余裕もあると、じゃあちょっと始めてみようと、家族に迷惑かけないぐらいでやってみようというのが最初だったのに、だんだん違くなってくるってことですね。これはでも本当に他の投資の話でも同じようなことが言えますね。私の物件がある程度増えたんで、もう俺の物件必要はないと。必要ない、うん、だからお前が女房にね、うん、お前さんの名義でどんどん買い進めると、うん、物件は選ぶと、うん、で金も出すと、うん、借金を回す必要はないと、うん、でそれで家賃の管理やなんかどうしてるかっていうと、うん、全部私は女房に丸投げ、家賃収入が入ってくるんだけど、うん、一切見てない。だからその中で女房がその物件を次に
そろそろ買いたいんだけど何か選んでくんないっていう、うん、多いよって言って選ぶ、うん、そこの専用解除であるとか、うん、リフォームやなんか私は手伝うみたいな、もうサポートしてるわけですね、はい、奥さん、もうご自身がもうやるって感覚よりも、うん、奥さんに委託じゃないけども、結局私が死んだとしても、うん、ね、貸し屋のハンドリングができる人間がもし私一人だったとしたら、うん、残された家族は路頭に迷うんですよ、はいはい、退去のことがあったとしても何も分からない、うんうん、リフォームの仕方も何も分からない、うん、でそうすると例えば4年5年したら全国になるんですよ。これはだから内本さんのその話でやっぱり娘さんにどうにか継いでもらいたいというのはその辺もあるんですね。私が今女房の何にも知らせないまんま、うん、貸し上げをどん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 拡大をして、私の口座も死んだ途端に預金封鎖が、うん、凍結されてしまう、はい、その中から借金も引き落とせなくなるんです、うん、その物件自体、はい、差し押さえになっちゃう、はいはい、何にも知らされてないから一体何が起こったのか、うん、で、電話がかかってくる、金を返せ、うん、どうするんですかっていうの、うん、全くわからない、うん、なんでそんなことになってるのかもわからない、うん、こういうことで一番悲劇ですよ。そういうことは実際に現場で起きてる、うん、引き継ぐっていうことを意識しないと、うん、いろんなものが中途半端で終わってしまう。じゃあ隠れて内緒で私だけやればいいわみたいな考えは危険ですね。早く娘さんにノウハウを教えるしかありませんね。これは藤山さんがそういうふうな考えに至ったっていうのは、はい、これはもういろんな物件を回していく上でどういうところからそういう考えになっていったというか、ご自身が倒れたとかそういうこともありますよ、ね、ああやっぱり昨年の1月の15日に腸閉塞に入って、はい、まあ、若い頃もねいろんなことをやってたもんで、はい、自分の命っていうのがそんなにね、うん、長生きする方じゃないだろうなっていうふうに勝手に思い込んでた分がありましたね、はい、内本さんのようなその売却のそういうお話を聞いた感じはどう思われますか。この売却やなんかでいうと、うん、まあ、ジレンマに陥るんですよね。そのどういうジレンマかっていうと、簡単に売れると値付けが甘かったんじゃないかと思うんですよ、うん、メルカリとかと同じですね。自分であの洋服値段つけてあれすぐ売れちゃったけど、もうちょっと上でいけたのかなと、うん、失敗したと思うんですよ、うん、で売れなかったら、うん、不動産仲介会社はちゃんと働いてんのかと疑心暗鬼になってくる。そうそうそう、ここでいいのかなって棚ざらしにしてくれてんじゃないのか、うん、っていうふうになって悩むんですよ、うん、はあ、でそれが本業に影響するぞと、普通の会社の方に影響しちゃうと、そういう値動きのこと で、はあ、だけど例えばそれをね売らないんだっていうふうにもう先に決めてしまえと、うん、管理に対して物件に対してどういうふうにいいような形をしようかっていうふうにプラスになるから、うん、でやれば やっただけ入居者が決まると、うん、ね、でそして、不動産仲介会社も喜んでくれる、うん、リフォーム会社も喜んでくれる。売らないと最初から決めて物件を開催すれば、はい、うん、住んでもらいたいがためにずっと頑張り続けるってことですか。そうです、そうです。でもずっと持ち続けるじゃないですか、はい、でさっきの残念数みたいな話あったじゃないですか、うん、首都圏でこれで言うと、うん、これが昭和48年地区なんですよ。はい、内本さんの話的にはもう売り時を過ぎちゃってますね。過ぎちゃってますね、うん、でそれでも全体で2200万稼いでる。これだけで売らなくていいですね。売る必要ないでしょ。入居者、タラコさんは新築だから入るわけじゃないんですよ、うん、地区フルだから入らないわけじゃないんですよ、うん、その印象、ええ、うん、だから私が言うのは、うん、例えば出口戦略、出口戦略っていうふうなことを声高に言うと、うん、その能力もない人が出口戦略という言葉に踊って怪我することになるぞと、うんうん、今日天野さんにお会いしたら、うん、言っておきたいなっていうことがあったんですけど、まずいよ、ね、あの例えばね、レクサス高級車、はい、うん、あ、例えば1000万の、うん、車があったとして、はいはい、工場で出す価格ってのは350万だったり400万だったりする、はいはいはい、そこから販売会社に行って、うん、CM の、はい、上乗せ分があるわけですね、まあ、はいはい、開発のみんなですよね、はい、じゃあラーメンだってそうですもんね、はい、
あの工場に行って350万か400万出して、うん、ね、レクサス、出来たてのレクサスを売ってくれと、うん、ね、はい、あの登録は全部俺がやるからと、うん、もう宣伝も いらないよ、だからちょっとぐらいは上乗せするけど、それぐらいで買わせてくれと、カタログもいらないと、ね、うん、いうふうに言っても売ってくれないわけだ。それはそうですよね。あのそれはもう仕方ない、私たちが入り込めない世界、うん、じゃあ工事のリフォーム業者の世界ってのはどうだっていうと、うん、例えばね、中古不動産をリフォームしてフルリフォームの中古の家をやりませんか、はいはい、だから例えば1500万かかるところを1000万で済みますよ、うんね、うん、だから500万得じゃないですかと、うん、はい、だけど実際の単価は400万しないんですよ、うん、そこの工事は誰かって言ったら職人さんなの、うん、もう職人さんに直で行く、うん、その職人さん直ができるのがリフォームの世界、うん、つまりその新車の車はその値段でしか買えないけども、うん、リフォームは落とすことができる、だから長く持ち続けてリフォームのお金を安くすればよりうまみもあるよと、もう理にはかなってるな。まあ今日お二人ありがとうございました。すごく立場の分かりやすいお話で、あんまりそのなんだろう、利益だけを追求して目先の感じでなんかあんまり分からないのにふいふいやっちゃうのはやっぱり二人共通してそれは危険だということはね、自分がもしやるとしたらやっぱり物件をうまく、やっぱ相当愛着のある物件を買ってうまく運営したいなっていう感じもあります。ただ今後そうやって勉強した時に安く買いたいのはすごく思うんですよ。いや、お二人どうもありがとうございました。今日は勉強になりました。ご視聴ありがとうございます。楽町チャンネルでは初心者でも安心して不動産投資ができるように中立な立場から本当に役立つ動画を作っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。